はい、一応じゃあサングラスのスペシャリストとしてアドバイスをしてもいいですか。そうですよね、はいはい、一応僕はサングラスで飯を食ってきた時代があります。これ私もですね、はい、自分に似合う似合わないなんていうことはあるんじゃないですか。メガネどうですか、レンゲさんも自分に合う形あると思ってますか。一応似合わない形はあるなと思うので、はい、それは選ばないようにしますね。あ、なるほど、うん、私もそのタイプだったんですけど、とあるメガネ屋さんに出会って、メガネ屋さんの店に言われたことがあるんです。似合う似合わないはメガネにはありません。あなたがどのメガネをかけたいかかけたくないかで、それにメガネが合ってきます。ほー、自分の顔の形なんか関係ないんですと、はあ、自分がこれがしたいっていうものをかけ続けると、そのメガネがあなた色に染まりますから、何にも気にする必要ありませんって言われて、ぐさぐさ刺さって、ええ、そっからちょっと丸めのメガネとかしてやってますよ。でもそれって自分が見慣れるってことじゃないですか。違うんだよ。違うのか。違うのか。いや、決めつけちゃ良くないよっていうこと、ね。ああ、そっかそっかそっか。そういうのになってくるでしょ。だってあんなバーバラのさ、あの M フローの、あんなメガネ。変だと思って。変じゃねって思ったよ最初。まあまあ、たださ、そうね、見て口にあれをおしゃれというやつが出てくるわけだよ。うん、で俺ももう見てからかっこいいなと思うようになってきた、ってことは、結局その人がこれをかっこいいと思うかどうかだよね。それで言うと私最近あの新しいメガネ買ったんですよ。実はフレームハート型なんですよ。いいじゃん、はい、うん、もでそれを可愛いかっこいいと思える思ってるならば、それをかけて来てくださいよ、コネクトに、はい、めっちゃ笑いますけど、めっちゃ笑うけども、それを重ねればバーバラ化しますから、うん、そうですね、うん、そうですよ。なので、まあ、バーバル、バーバラ、バーバル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 化すればいいわけだから、はい、じゃ石山バーバル化計画ということで。あ、骨休みさんも一緒にちょっとハート型のサングラスかけましょう。自分がいいな、かっこいいなと思えばそれは似合ってくるぞってことですよ、うん、無理やり違うことになって似合う、かっこいいと思うものをかけた方がいいっていうことですよ。ラグフェアのサングラスも、ラグ、なんですか、フェアさんの、はい、あのサングラスも、結局言いたいことはバーバルのが正しいラグフェアじゃなくて、はい、自分で似合わせ、そういうことです、はい、